これです。僕ね、前から気になってた記事があるんです。カルチャー&テクノロジー。はい、これね、また今日中国特集だね。あ、中国特集ですね。中国の IT 企業に女性モチベーター。はい。これね、渋いですね。ちょっとね、僕ね、はい、気になった記事なんですよ。うん、これ、かなりいろんなところにこう転載されてたんで、はい、あれかなと思ったんですけど、うん、中国今、IT 企業がありますよね。はいはいはい。うん、IT 企業の中で今、すごく注目されてる仕事があるそうです。はい、何かというと、女性が一人、うん。はい。なぜかその、ほら、まあ、オンザボードもちょっと似たような男だらけの環境じゃないですか。IT 企業ですからね。IT 企業ですよ、はい。で、そうすると、やっぱ 小規模な企業の中に、うん、やっぱ美しい女性が一人いたら、やっぱりこう、うん、いいじゃないですか。テンション上がる。テンション上がる。紫さんなんかも上がりっぱなしじゃないですか。多分。紫上げるとやばいんですよ。やばい、やばいですか、やばいですか。あのテンション上げるとやばいんですよ。そうなんですか。危ない危ない。でね、うん、はい、それをですね、はい、中国今、そういうとこに、プログラマーがいっぱいいる。会社がいっぱいあるわけです。はい、スタートアップいっぱいあるわけです。はいはい、プログラマーモチベーターという特殊な役職があって、綺麗な女性を、これ28歳から35歳って限定らしいんですけど、うん、はいはい、あからさまに美人女性を雇うという習慣があるそうです、うん、はい。それをニューヨークタイムズが、いや、そうな感じで報告しておりました。どういう人かというと、こんな感じで。はい。何を役割が。肩揉んでくれるの。そう。ね、SE、はい、プログラマーが、実はこれ中国のオタクって意味らしいんですよ。うん、タクっていうらしいんですね。うん、はい、タク男、つまりオタクらしいんですけど、うん、はいはい、プログラマーオタクなので、うん、その社長たちがやっぱ気を利かせて、うん、あいつらに、やっぱちょっと可愛い女性を入れると、モチベーション上がるんじゃないかって、うん、はい、言って、何を可能の女性、うん、美人女性、はい、必ずかなり美人女性らしいんですけど、に雇って、何をやらせるか、うん。マッサージ。マッサージ。それから、お誕生日会などのイベント管理。はいはいはい、あと、うん、社員とのおしゃべり。ああ、で、中で、綱引きやったりとか、そういうゲームをやると。マジで。そういうことやらせるそう。まあ、ちょっとマッサージはともかく、はい、割に、サイバーエンジェントこういう感じが、イメージ的に。いやいや、ちょ、どうなんですか、本当なんですか、それは。サイバーエンジェント有名ですよ。有名なんですか、じゃあ、女性社員で、顔採用して、はい、はい。顔採用なんですか ?IT 系の、人間のテンションを上げるっていう。そうなんですか、サイバーエンジェントそれ結構公的に言ってる感じ ?IT 系の中では有名な話ですよ。おー。で、でも、どうやってじゃあ、あれしてるんですか、募集してるんですか、女性を。だから普通に採用してた時に容姿端麗とか書いちゃうんですか。じゃあ今書けない、面接で勝ちやすいっていうわけですよ。ああ、そうなの。要は優が何個とか、うん、サークル頑張ってた全然関係ないみたいな。いやいや、それは分かんないよ。ああ例えば、いや僕それちょっと知りたいな。いやじゃあ裁判員確認する方法を1個教えましょう。はいはいはい、YouTube で、はいはいはい、恋するフォーチュンクッキー。ああ、はい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 。あれで、あれなんかいろんな会社の社員とか、ね。会社の社員が全部出てるでしょ。はいはいはい。サイバーエンジェントぶっちぎりですよ。まあもう顔で選んでるなって感じはする。いやもう、ほうみたいな。ほうほうほうってなんですか。ほうっていうのは。あ、はい、そうなんだ。そうです。はい。はあ。それと、うん、ここまでどこまであからさまかどうか知らないですけど、はい、とにかく中国はもう完全に、まあ、大手はね、アリババとかそういうとこはやってないとは言ってるんですけど、はいはい、中小企業では実際にそういうわざとその容姿端麗みたいなのをやっぱりわざわざ広告出して、まあ、これ人権的にどうなんて批判はあるらしいんですけど、はい、実際にやってる。で、実際に、なんだかんだ言いながらも、そういう中小で、やってる IT プログラマーなんかは、はい、そういう綺麗な女性が来ると、やっぱ、いや、いいっすね、モチベーション上がりますよって言って、頑張ってやっちゃう。サイバーエンジェントの話戻りますけど、僕テレビ局やとかアメバとかやってるじゃないですか。僕サイバーの現場行ったことあると。おお、本当ですか。はいはい。やっぱおおと思って。いや、おおってなんですか。どういう。そのスタッフとか、全員そう。中にいるその楽屋に、お弁当持ってきてくれる人とか。はい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 。やっぱおおと思いますよ。やっぱちょっと顔で選んでるなって感じです。ちょっとどころか、うん、同じく。何度も僕はドワンゴ本社も行ってるんですよ。あからさまに違う。いや、そこから先は言いません。あ、はい、なるほど。あ、そうなんだ。そうです。はい、で、ここにね、取材されてる女性。うん、はい、はい。この、なんか、シェンなんとかさんっていうことら、はいはい、からしいんですよ。はい。彼女自身は、ニューヨークタイムズのインタビューに対して、はい、私は女性は誇りを持ってやってます。化粧してる。これは別に、そう。わざわざ化粧してるシーンとかもやって、はい、なんと彼女、彼氏がいるそうです。一緒に住んでるところの写真とかもあるんですけど、はい、そういうところもやって月に、うん、まあ、これ中国賃金どうなのか分かんないですけど950ドルもらってる。めっちゃ可愛いじゃんこれ。あ、これはもう完全に狙ってますよね、まあ、こういう実態もあるという、こういう感じ。これ別の、はい、企業ですけど、はい、はい、ってことです。これどうなんですかね。僕だから逆に皆さんに聞きたいんですけど、これ日本でもありですかと、うん、はい、僕はね、
思ったのは、やっぱり社会が上がってる最中だったら、もう何でもありっていうのは結構あるなと。なるほどね。はいはいはい。もう、うん、要するにこのオタクの SE を励ます女子を活用しましょうよみたいな、うん、何でもありじゃないですか。まあでも、いやこれ日本でもありなんですかねっていう話です。でもまあそういう会社があってもいいんじゃないのというふうにはそれは思いますよね。あとテンションも上がるというのは、ね、そう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 、はい、これはまあ和田さんちょっと紫さんのためにちょっと女性バイトでもいいからちょっと入れてあげるってのはどうですか。まあ給料を下げてですね、まあそれでも頑張るかもしれない。あ、そうそう、やる気が出て、ね、逆にその分稼ぐかもしれない。そう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 、はい、マッサージもしてくれるそうなんで、はいはいはい、同じようなやり方で、中国のやり方真似てですね、はい。もうこんなの来ちゃうわけですよ。こう、リボンつけたの、わけのわかんない。はい、わけのわかんない。いいんじゃない。ディスってんですか。いや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 。じゃあ、ちょっとじゃアンケート取ってみましょう。そうそう、アンケート取ってください。これありなのかと。そう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 。あ、猫ね、うん。猫を入れるんだったら、紫さん猫好きですから。はい、猫入れるの。でも紫さんの場合、猫好きですぎて逆に仕事に集中できないっていう。話も出てくるかな。女性の方がいいかな、うん、やっぱね、ちょっと、はい、これだからちょっとだから、うん、女性の人権的にはどうなのかなと思うんですけど、うん、でもアルバイトぐらいだったらもういいんじゃないかとか、うん、はい、うん、どうなのかなっていう感じですよね。ちょっとそう、紫さんおねだりした方がいいですよ、和田さんに。ちょっと、はい、社長ちょっとお願いしますよ。生放送で自由に喋ってください。はい、きれいめのね、はい、女性を入社させるっていうのはどうでしょうかと。はい、はい、まあ、これがきれいめの女性、きれいめ異性。あ、そうですね、はい、だからもう要は仕事は全くできないけど、はいはいはい、もう喜び組です。喜び組、容姿が喜び組、喜び組ありですっていうのと、まあ、実力に限ると、うん、はい、いかがでしょうか。はい、はい、さあ、ドン出ましたか。ありですありですって言ってるね。そうですか、はい、これ男女比どうだか分かんないですけどね。奥山さんの希望通りになりました。いや、僕の希望じゃないですよ。いや、全然希望じゃない。やたら押してるじゃないですか。ああ、うん、65% すごいですね、はいはい、ありなんじゃないですかね、はいはい、これもう、まあ、効果があるんだったらいいんじゃないのっていう話になるんですかね、はい、人権的にちょっとどうなのかなって話もありますけど、人権費と、はい、まあ、逆に、うん、気使う、そういうそっちに、いや、そっちに集中しちゃうやつがいるでしょ。仕事そっちのけで。そっちのけで。仕事今日はなんとかちゃん来てるかなみたいな感じで、そわそわしちゃって。仕事そっちのけで、はい、もう、どうやって誘うかとかさ、そっちの方に行っちゃう。それは困る。場合もね。いや、逆にだからそこは、和田さんがうまくコントロールして、紫そこの。だから仕事増やさないでほしいっていうのと、あと、うちの会社で話さないでほしい。ああ、そうです。生放送で。別のね、はい、会社で。いろんな情報が今出てる。はい、なるほどね。はい。そうです。はい。わかりました。はい。まあ、いろいろね。そうです。はい。そうそうそう。出社拒否はね、減るでしょうね。はい、確かに。戦略をね、ちゃんと俺は理解したいんだという人は、この戦略の階層からぜひ CD を聞いてですね、はい、別途販売をしておりますので、そうですね、はい、購入してですね、見ていただけたらと思っております、うん、はい、そしてですね、戦略部門にどう考えるかという点では、未来予測と戦略 CD という形ですね、はい、そしてまあ、最新のでは、まあ、リアリスト入門、まあ、はい、リアリストってなんやねんと、はい、日本ではちょっとない概念というか、うん、日本で、ほとんどその重要視されてないリアリスト学派っていうのがありまして、まあ、だからちょっと情緒的にね、うん、話がギャーギャー言うだけ、はい、でしか話ができないんじゃないのと。そうですね、うん、やっぱリアリズムを勉強して初めて国際政治の、はい、舞台がね、そうなんですよ、分かるんじゃないのということで、欧米ではリアリスト学派があって、そのリアリスト学派を支えてきた、リアリストをね、戦略の未来、歴代のね、はい、引っ張ってきながら解説してるというので、はい、まあ、これもちょっと一応聞いておかないと、うん、今後この番組がどんどん理解していく上で、はい、ちょっと遅れてくる可能性もありますんで、そうですね、はい、はい、ぐっと深く理解した人はぜひ一度聞いておいてください。そう、マキャベリとかね、はい、はい、いろいろ出てきます、はい、はい。